んにちは、しこうです。見ていただきましてありがとうございます。今回は透明水彩で海の中を描きます。アクリルで描いた熱帯魚と珊瑚礁などはタイトル下の説明欄におすすめ動画としてリンクを貼っておきますので、よろしかったらご覧ください。まず海の中を青色で広範囲に塗りますので、その際魚に色が入ってしまわないように、あらかじめ手前の 3,4 匹の魚にマスキングテープを貼っておきます。カッターマットにマスキングテープを貼って、カッターで魚の形に切って水彩紙に貼っておきます。まず大きめのハケでたっぷりと水を塗っていきます。海の底の部分は水は少なめに塗っていきます。海面の明るいところから徐々に下に向かって色を入れていきます。海底の砂の部分は絵の具をかすれるように筆のお腹を使って描いていきます。この紙は中目なので、このような描き方をすることによってザラザラ感が出て砂の感じが出てきます。次に深いところを描いていきます。中心の魚にマスキングしてあるので、思いっきり濃い色で描いても大丈夫です。水彩紙が乾かないうちに、水に濡らした筆で海面から下の方に勢いよく絵の具を取っていきます。こうすることによって、太陽の光が水面から入ってくる様子を表現できます。一回ずつ筆を使うたびに水で洗ってください。ここでちょっと気になったので、周りのマスキングテープを拭いておきます。水の中から見た海面のキラキラを入れていきます。水彩紙が乾かないうちに、歯ブラシに水をつけて指で弾いていきますと、細かい泡のような光のような模様ができます。次に海の岩を描いていきます。ブラックとバーントアンバーとブルシャンブルーで遠くの岩から描いていきます。後から海藻やサンゴなども描くので、ここでは簡単に描いていきます。手前のイソギンチャクの影も入れておきます。ようやくここで海の中の色が描き終わったので、魚のマスキングを取っていきます。魚に軽く陰影を描いていきます。魚の色を入れていきます。この魚は熊の身ですので、色はバーミリオンヒューになります。目を描きます。クマノミ特有の黒い線も描いていきます。
イソギンチャクを描いていきます。このクマノミはイソギンチャクに隠れているので、ところどころクマノミの後ろにも描いておきます。遠くに海藻が揺らめいているように、縦に揺れているように描きます。サンゴなどを描いていきます。明るい日差しが届いているので、真ん中のクマノミの影を海の底に描きます。遠くの魚の群れを描きます。ウミガメも描きます。魚たちの背中は光を受けて光っているので、白を入れていきます。ご視聴ありがとうございました。何かお気づきの点がございましたら、コメントいただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。